間がない。まあ戦うしかない。でもって今ジャンプがあったから、やっぱり龍騎士なんだね。服が頭出しっぽいけど。とんがり帽子。はい、それじゃあ、ね、前回続きから。ブルメシアに、ね、向かっていきたいと思います。根っこがね、ちょっと、あと、北東の方向に、そのチョコボの、森でしたっけが、なんかあるとか、いう情報もありましたね。北ってどこだろう。あれてか地図あるか。あ、あったあったあった。よかった。これがないと本当にどこにどこ歩いてるか本当に分かんなくなるからね。北東だよね。これは根っこか？いや、チョコボの足跡かな、多分。川の先。うん？なんだ？洞窟じゃないっぽいけど。ん？この音楽、クゾクの、あれなんだ？なんて読むんだ？あ！モグタロウ先生！これは、うん、だよね。あ、すいません、行き先を。やっぱりもっと北か。なるほど、ここでも教えてくれるんだ。確かに、まあ、ここは分かりやすかった。迷っても、ここが見つかれば、まあ大丈夫ってところか。なんかこの先行ける？ん？草むら？ん？ん？お！あ！あなた！カエル。カエルが。たくさん。カエルピョコピョコ、ニピョコピョコ合わせてピョコピョコ、ムピョコピョコあ、本当に6匹くらいいるえ、まさかこれを、あ、捕まらんね。
じゃああなた葛族っていう種族の人なの？あのアレクサンドリアの厨房いたよね確か。そうであるって中国の人ですか。あ、うん、クイナですね。ん？大事なことなので2回言った。はい。いや、いらないです。クエール。なんか連れて帰った？あいやー、ここと帰るだけで満足してるとは、お前はまだまだ食の道はどうやるでー。世界は、やめた。陰の中を変える大会を知らずっていう言葉だね。はあ、うん、え、全く目的違うんだけど。これ断ったらどうなるんだろうね。つまりこのタイミングで仲間にできるのか。これどうした？え、マジ？いや、知ってるだろ、その言い方は。あ、てか今気づいた。あそこに、空って文字がある。漢字。まさか、空族って、その、空族って意味か。ビビも自覚あるんだね。怪しい。みんなこんな格好してんのか、あのコックみたいな。あの隠してる人の言い方だ。しかしまあまあビビもね、まあまだちゃんとしたルーツはちょっとね、明かされないけど、まあ、まあ、拾われたのかな、もしかして、クゾクのおじいちゃんに。しかし、この音楽、不思議だな。
いい加減にしろよ。しかしカエル、あのね、まあカエルの食用ガエルとかありますけど、ちょっと空気になれないな俺は。多分姿だけ見たいで、味だけね見ればもしかしたらねいけんのかもしんないけど、しょうがないな、行きますか。うわー、本当に仲間に。あー、フォークってこいつの武器なのか。何満月を心得て、そして何も装備していない。あやあ、手持ちのやつか。必殺技なんだろうな。魔法も覚えられない。特技は何だろう。トランスしやすくなります。はあ、ははあ、で今つけた毒味術、あ今気づいた、フレアネさんのアビリティ設定してないな。虫キラー、このフィールドどんな敵出るかな、うん、カバーはつけたいね。眠らずの術、うん、毒はまあ、うん、ドラゴンは今出てこないんじゃないかな。まあいいか、そうなるとあとはこれか。ビビはそんなにないんだっけか。あ、これ前回つけたやつだね。基本は魔法だから。まさかこのタイミングでクイーナが仲間になるとは。もしかして3人になったのって、この旅だったのか。いずれにしてもまあ不思議な族だね。どんだけカエル好きなの。てかこの音楽どっかで聞いたことあると。どっかでこの曲聞いたことあると思ったら、まあ、他の動画でちょっと恐縮ですけど、あーっとと、カエル縛りだ、FF5 の、うん、カエルの状態異常だけでエクステスを倒しちゃう。ね、エクステスどころか道中の敵みんな倒しちゃうっていうね。メス、オスメス。はあ、景品まで。マジかよ。まあこれ陸地に近づいてくるところを狙うしかないのか。でもなんか、ああこっち動きはさ、やっぱ逃げるっぽい感じもあるな。いた、ああ、近づいたら多分逃げちゃうね、あれ。ああ、意外とシビアだなこれ。ああ、なんかコツがありそうだね。
捕らえた。こっち来い。まあ来るわけないか。捕らえた。やべえ、沼のカエルみんな全滅してしまう。絶滅だ、絶滅危機だ。ああ、うざって、もう一匹ぐらい捕らえたいな。ここのテーマだったから、あのカエル縛りでこの BGM 使われてたのか。くっそ。肩を落としてちょっと笑ってしまった。あっ、そう、ちょっと難易度だけやっぱり。シビアすぎる。あー、あ、来た、5匹。エーテル、次は何だろう、エリクサーかな。多分全部捕らえたら、うん、次もらえそうな気がする。あー、ちょっと待って。ごめん、時短も、あともうちょっとだけ。あ、あ、取れた。なんでこんな躍起になってんだ俺。あー、あの、いろんなところにこう、しかしこれあんのかな。よし、いけ、よっしゃー、コンプしたぞ。で、あれ、もう漏れ、これ以上ここでは、あの、これじゃないか。ついにカエルが絶滅してしまった。てか、これどうなってんだこの道。あれ、モグ太郎先生のとこじゃない、行き止まりか。え、え、敵出るの、マジっすか。